2009年11月、ヘルムズ発表時、H1 写真、ヘルムズは、ブリジストンサイクルによる、スポーツサイクル。ファッションブランドなりふりと共同開発された、日本初のストリートバイシクルである。生産終了品。ブリジストンサイクル創立60周年、記念モデル自転車として、見出し並みの一部となる自転車をコンセプトに開発。なりふりが、フレームデザイン。 コンセプト設立を担当。デザイン重視で作り上げていく。アプローチで作られ、2009年に発表、2010年より販売される。街乗りのあり方に新規軸を打ち出すべく、から生まれたスピードクルーザーという新たなジャンルを提唱するとした。ヘルムズという名称は、英語のヘルムイコール、舵を取る、導くから取られている。ニット、三ヶ島ペダル、杉野といった。 日本のサイクルパーツブランドに独自デザイン、企画のパーツを特注。島の以外での日本初パーツでのパーツセレクトにこだわった。またこれらパーツをヘルムズオリジナルパーツとしてアフターマーケット製品としても販売。その販売に際する梱包パッケージ、ポップなどを含む販売企画全体のコンセプトが2012年度第42回 JPM クリエイティブ。 デザイン賞経済産業大臣賞 JPM プランニング賞を受賞したトップチューブが前下がりのなりふりによる逆スローピングデザインを元にするフレームスケルトンの専用設計7005アルミパイプを高圧空気で膨らませて造形する SPF を使用し成形したブリジストンサイクルでは通常この製法は走行性能追求のために使われるが ヘルムズではデザインの実現のために使われた。質感とリムの高さを前後輪で変えたデザイン。前輪はシルバーのリム甲2 5ト、mm、ル、後輪にブラックでリム甲3 8ト、mm、ルを採用し、ヘルムズのロゴが入る。後に高性能ホイールを搭載したモデルも発売。変速機付きモデルには近代スポーツ自転車の主流であるプッシュレバー式機械式変速ではなく、 親指で操作するシンプルな構造のサムシフターを採用。ヘルムズ専用デザイン、規格パーツ群をアフターマーケット製品として2012年より単体販売する。2013年、ベルトドライブ採用モデル SR1、S10 を発売。SSSD として1980年代から ブリジストンサイクルが製品化してきたベルトドライブのシステムを新材にカーボンベルトを使用しアップデート。軽量性と軽微な伸縮性によるしなやかさを確保した。ベルトドライブの利点ンメンテナンスの必要性がない、注油の必要がないため汚れない高い耐摩耗性能、チェーンと比べ3から4倍の使用耐久性金属的な摩擦音がなく、静かチェーンにより、 軽量スライド式、ストレートドロップエンド採用エンド部が前後にスライドする機構。ギアの大きさに合わせスライドさせることでベルトの張りを調整する。そのためベルトの張りを保つテンショナーが必要ない。またギアプーリーも独自に3つのギア比にて用意、ギア比を交換可能とした。エンドの独自形状により通常のスポーツバイクに採用される クイックリリースを後輪に使用可能。またギアプーリーは現在のスプロケットカセット規格に合わせており、スポーツ車用鋼性能ホイールのベルトドライブ化装着が可能である。発表後ブリジストンサイクルに SSSD モデルヘルムズに関する問い合わせが相次いだ。フレーム形状、コンセプトなどは発表以来サイズの新設定を除き変更されていない。 ヘルムズの発売5周年を記念し、スターウォーズとコラボレーションしたモデル2カラーを発売。ブラックカラーをベースとした帝国軍モデルシルバー基調の反乱軍モデルである。これら塗装はブリジストン上げを本社工場にて10回を超える塗装、焼き付けプロセスでいった。各部位にスターウォーズに関するロゴなどが添付された。なりふりブリジストンサイクルヘルムズ公式サイトヘルムズ。 スター・ウォーズ・コレクション、ありがとうございます。